でもどうですか、その一番最初に BL 作品に出る、うん、まあ、別に絡みがない役だったとしても、うん、そのまあ、同じ空間に行ってその、うん、お芝居を聞いてたりするわけじゃないですか、うん、どうでした。一番最初絡んでたんだよね。最初から最初から最初はもうドラマ CD だったんですか。最初からドラマ CD だった。お、最初からドラマ CD で、いやちょっとやっぱなんかこうドキドキというかね。ドラマ CD じゃない、思い出した、ゲームだ。その前にゲームがあったですよね。普通ゲームですよね。そうそう、ゲームゲームがあって、いやーなんだろうね、やっぱり恥ずかしいし、どうしたらいいのか分かんなかったね。そう、やっぱね、僕らも今じゃね、うん、こんななんか普通に、うん、こんなラジオやってるってわけじゃないけれどもね。まあやってますけど。やってますけどね。でもね、やっぱ最初はね、うん、オーディションみたいのがあって、なんかゲームだったんですけどね。ああ、俺もオーディションだったような気がするな、確か。それでなんか何にも言われずにその原稿渡されて、こうスタジオ入って、うん、ちょっとそういうセリフもありますみたいな。え、これどうやって思えばいいのって若かりし僕、まあ、ちょっと年は伏せますが。いやでも俺も一番最初にそのゲームのやつを、まあ、もらって、あのオーディションではそういうセリフはなかったんだけど、うん、ゲームになったら、まあ、前々から情報はもらってたからね、はいはい、うん、なんだけどやっぱりなんだろう、こう一字一句間違えちゃいけないのかなっていう気になったりとかずっとしてた。あ、例えばこう、あ何言い出してんのあんた。違う、そう書いてあ、うん、例えばああんって書いてあったら、でもその通りやんなきゃいけないのかな。俺も今でも比較的そうですよ。俺も比較的そうはしているが、あはふんですよね。そうそう、一応あの相手の方がね、今どこまで行ってんのかなっていうのが分かんなくならないようにとは思うんだけど、そう。いやだからそんなね、どうやって克服とかそういうことじゃないのかな。まただから18禁のね、うん、そういういやらしいやつともまた違うじゃないですか。そうだね。なんかね、大抵そっちってこう攻めじゃないですか。うん、まあね、そうだね。でも僕ら BL って基本受けじゃないですか。そうなんだ。だから余計わかんないじゃないですか。わかんない、うん、そんな感じでやってるよ、ミワンさん、うん、そうだ、あの、いやそうじゃないだろ。んどうやって克服したらいいですかっつうことに。じゃあ一回自分もやってみたらいい。おい、いやだからやることによって抵抗が抜けたじゃないですか。だってやってみるって一人でやるの。だからミスティなんかもさ、この人も、わかったわかった、ミスティ来て学校に、あれだ、男祭りでみんなでやってみたらいいんじゃね。隣の人と組んでくださいっつって、20人いたら10組できますからね。そうだね、俺ら合わせて12組できるからね。